こんにちは、ギャラクシースペースのいおりです。今回は宇宙玉レジンのオーダーを作っていきます。20ミリサイズで作ります。中に入れる、オパールは青系5番を使います。これとても綺麗です。そして背景カラーなんですけど、背景カラーはピンクと紫、そしてこちらは色は作りますけど、紺色を入れて3色で作りたいと思います。で、今回のポイントなんですけど、流れ星が流れているような感じのものということなので、通常作る渦は少し小さめで、カラーも1色で控えめにして、そしてその上に流れ星を流したいと思います。で、試しに作ってみたんですけど、こんな感じで少しちょっとキラキラとしてラインもしっかり分かるような感じのものを入れていきたいなと思います。なので少しいつもと違うタイプの宇宙になるんじゃないかなと思いますので、今日も最後までよろしくお願いします。まずはいつものように一層レジン液を入れていきます。全体になじませて硬化します。ベースカラーを作っていきます。ラメを入れて、ホログラムのグリッターも入れます。スーパーブラックを3滴ぐらい垂らして混ぜ合わせます。この時点で一旦気泡を飛ばして、モールドの中央に入れていきます。そしてまた気泡を飛ばして少しなじませます。携帯用の UV ランプで硬化して、その後本硬化です。背景カラーを作っていきます。まずはピンク、ジュエルピンクを使います。こちらもここで気泡を飛ばします。モールドに入れていきます。3色のカラーを使うので、だいたいモールドの3分の1のところに入れていく、塗っていきます。続いて2色目、こちらは紫になります。紫はスミレを使いました。1色目のピンクと同じ要領で作業していきます。3色目は紺色になります。ブルーを1滴、そしてスーパーブラックはブルーより少なめ1滴。紺色と一言で言ってもいろんな紺色があると思うんですけれども、私はここに1色マーテルブルーをプラスして作ってみました。あとは同じ要領で入れていくんですけど、色が濃いので、これ、作ったものすべては使わず、もうこの量で十分だったので、こちらの量を伸ばしていきたいと思います。
渦を作っていきます。プリジェルのミラーパウダーを使います。今回は渦の上に流れ星が入るので渦は少し控えめにして、小さめの渦を同系色のカラーで3層作りたいと思います。レジン液を入れて気泡を飛ばします。同じようにあと2層渦を作っていきます。こちらに流れ星を描いていきます。オパールを先に配置して斜めに流れ星を描いていきます。オパールは今回はそっと置くだけ、配置するという感じで硬化します。流れ星のカラーを作っていきます。ジェルネイルのホワイトを少しだけ入れて、そこにレジンドーさんのビオラを入れて、ラインのある中に少しふわっとした感じのものをという感じのイメージで入れていきたいと思います。なので先にちょっと見切れてますけど、先にレジン液を入れてその上に描いていきます。ラインが引けました。この上にまた、1層入れていきたいと思いますけど、先ほどのビオラとあとアスラを足してキラキラした感じのものを作っていきたいと思います。完全に、描くところが見切れてしまってるんですけれども、このような感じで入れて硬化します。流れ星のラインが引けました。ここからは私の思いつきでサービスになるんですけど、京都オパールの、フレークを少し散りばめたら綺麗かなと思ったので、ちょっと入れてみて作ってみたいと思います。流れ星までが完成しました。オパールの周りにもう少しレジン液を持って気泡が入らないようにしたいと思います。貼り合わせ作業に入っていきます。気泡をきれいに取り除きます。こちらの部分にもレジン液を流してたこ焼きをします。気泡をきれいに取り除きます。そしてここから一気に貼り合わせをして仮止めをして硬化します。開けていきます。開けるときはアルコールスプレーを使ってモールドに負担がないような感じで、無理に開けないようにそっと開けていきます。画像が全体的に上に見切れてるんですけれども、このまま、バリをカットして、そしてルーターで綺麗に研磨していきます。ここまでできたら次はサンドペーパーで磨いていきます。
サンドペーパーでの研磨が完了しました。金具を取り付ける穴を開けていきます。まず、向きを決めたいと思います。こちらで向きを決めたら、ルーター先の細いビットのものを刺して穴を開けていきます。では金具を取り付けていきます。穴の中にレジン液を流し込んでそこに取り付けたいと思います。レジン風呂の温度を温めて液をサラサラにします。そしてコーティングをしていきます。